全国高校サッカー選手権北海道大会2回戦。優勝過去3度の強豪札幌大谷高校と対戦したのは、創部からわずか4年、メンバーのほとんどが1、2年生のクラーク記念国際高校。激しい熱戦が繰り広げられる中、ベンチ横には健作さんの姿が。コーチに就任し3ヶ月余り、指導に当たる上での思いに迫りました。俺がボール出したらもうスタートしていた。そこから4対4がスタートする。健作さんがコーチを務めているのはクラーク記念国際高校のサッカー部です。3年前にコンサドーレと提携、サッカー専攻コースに通う生徒が授業の一環としてサッカーに励んでいます。ちょっと緊張してる。午前中は大通りの校舎で勉強し、午後からはバスでグラウンドに向かう生徒たち。健作さんも一緒にバスへ乗り込むと。いつもと違うよ。絶対違うやろ。積極的に選手たちとコミュニケーション。というよりも健作さんが一番高校生のようです。はい。健作さんの隣でバスを運転しているのは伊藤壇監督。現役時代は J リーグをはじめ22の国と地域でプロとしてプレー。アジアの渡り鳥とも言われていました。攻撃を教えるのは伊藤監督。そして守備が現役時代ディフェンダーの大森コーチと、チームを2つに分け練習が始まりました。それ寄せ寄せ、速さ速さ、オッケー、いけいけ、追い込んだ追い込んだ、いやー、ゆうき、うまい、見えてる。グラウンドで一番大きく響いているのは健作さんの声。時には実技を交えて選手たちを指導します。最後前に出るアプローチ。いや、もうなんかすごい心強いですよ。どっちかって言ったら僕は厳しく指導してるんで、選手と僕の間に入ってくれて、まあ、今みたいにこう盛り上げてくれるんで。活気あるチームにしたいという健作さん。大声で喋ったりしてくれるので、すごい明るく明るい感じで練習できてます。地元がちょっと学校から遠いんですけど、まあそういう楽しい練習があるから学校行くのが嫌にならなかったり。強くなるため楽しんでサッカーをする、その意識を持ったチームはこの秋創部初の全道大会に進出しました。勝つことでやっぱ自信になっていくんですね。でもまあそれ以上に僕はもう負けた時こそ前に進むための準備というか、悔しい思いを次の糧にしなきゃいけないので。迎えた全道大会初戦、岩見沢緑陵と対戦したクラークは、試合開始直後の前半2分、福島海斗選手のゴールで先制します。その後はゴールラッシュ、7得点を奪い初の全道大会初戦突破となりました。続く2回戦、相手は札幌大谷。全道制覇3回の強豪との対戦です。大量得点だった1回戦とは打って変わり、守備の時間が多くなったクラーク。出場メンバーで唯一の3年生、キャプテンの大鎌陸選手をはじめ、チーム一丸となり体を張った守備でゴールを守ります。しかし前半32分、コーナーキックから先制点を奪われます。後半にも1点を追加され、2点を追う展開に。
幌大谷ゴールに攻め込みますが、あと一歩のところで得点を奪えません。そして強豪相手に大健闘を見せるも敗戦。試合後、大森コーチは、みんなありがとう、本当に素晴らしいゲームして、マジ悔しい、本当に悔しい、勝たせてあげられなかったからさ、俺もいろんな経験してきたけど、負けた後はそこからもうスタートだから、今日やった手応え、でもやられたこと、もうはっきりしてる、ね、絶対下向かないで、足りてない分を一歩一歩、さっき言ったように今日からもうスタート、胸張って切り替えていきましょう。お疲れ様。部員のほとんどが1、2年生。まだまだ成長段階の選手たち、そして大森健作コーチの挑戦は続きます。